伊藤、佐藤を煽る。阪神、伊藤将司投手が7回5安打1失点の好投で3勝目を挙げた。2軍調整を経て5月11日以来の1軍登板で4月17日以来の白星。復帰して自分にとってはすごく大事な試合。その中で7回1失点は良かった。自分のスタートだったので。不安もありましたけど内容は良かったので、ホッとはしていますねと正直な気持ちを吐露した。4回まで無失点。5回に1点を返されたが、なおも2アウト満塁で滝沢をセカンドゴロ打ち取り、リードを守った。7回は先頭の山野辺のピッチャー強襲のヒットが左膝を直撃。うずくまり、一度ベンチに下がったが、続投した。いた。って感じです。一瞬だけですね。トレーナーに見てもらって、大丈夫そうだったのでと、マウンドに戻り、後続をピシャリ。岡田監督は、すぐ石井を用意した。ちょっと無理かなと思ったけど、骨をちょっと外れてて。本当、紙一重でよかったと安堵した。開幕から不調が続き、5月11日の DeNA 戦は7失点で5回途中 KO。2軍で課題の直球を磨き直し、ファウルも取れていたし、空振りもあったので、いい感じかなと思いますと納得した。20年ドラフトで同期入団の佐藤明と一緒に1軍に復帰。すごくキレのある守備をしてくれていたので、反省してるなと思いましたとにやりと笑った。守備のミスが重なったことも2軍降格の要因となり、自身の前回の登板でも失策を犯していた同期をいじることも忘れず、てるからお願いしますと言われて、よろしく、みたいなと試合前のやり取りも明かした。問題は来週からも続くのかということ。早く、近本を1番に戻さないと辛いはず。勝ってよかった朝とてる。やっぱり、なんやかんや言っても打席での貫禄あるよな。気持ちが入ったとか古臭いのはわかってるけど、こんな試合が見たくて応援してるねん。佐藤も2安打やけど、打点が欲しいな犠牲フライでもいいから頼むよ。今日の試合は、岡田監督が選手から気持ちを感じ取った試合だったと思う。前川の支給で岡田監督の久しぶりのニヤリが出ていけると思った。サトテルのヘッスラも良かった、そういうとこやで。取り任せて良かった明日から少しだけ楽に試合が見れます。ヘッスラは危ない。肩を故障して選手生命を失いかねない。ピートローズみたいにそれの訓練を重ねているのでなければやめるべきだ。イニングイーターの伊藤さんがカードの頭に使えるのはめっちゃ大きい。復活してくれてよかった。伊藤正人、サトテルが戻ってきて嬉しい。ホッとする。この勢いで挽回してください。